こんにちは、バーテンダーの直人です。今日はバッファロートレース蒸留所、この蒸留所について見ていきたいと思います。バッファロートレース蒸留所の親会社はサゼラック社。今まで携わったウイスキーは200種類以上、ジンやウォッカも作る大規模な蒸留所です。禁酒法時代も医療用として蒸留を許可されていた4つの蒸留所のうちの1つでもあります。バッファロートレース蒸留所が主に使うマッシュビルは2種類。1番はコーン 80%、 ライ麦 10%、 大麦麦芽 10%、 そして2番がライ麦 12-15% のハイライマッシュビル仕様となります。チャーリングレベルは4番、55秒間と伝統的な製法を保っており、バレルエントリープルーフ、蒸留した原酒を樽に入れる際のプルーフ125プルーフとなります。1773年から続くアメリカ最古の蒸留所と呼ばれていますが、当時はハンコックリーとウィルスリー、この2人がグレートバッファロートレースと呼ばれる道の近くでリーズタウンという集落を作り、密造酒を作ってた程度の認識でいいと思います。その後1792年、リチャード・テイラーがオールテイラーハウスと呼ばれる平井岸の蒸留所を作るのですが、本当の蒸留所としての始まりは1857年、ベンジャミン・ハリソン・ブラントンさんが作りましたリーズタウン蒸留所、ここからではないでしょうか。ベンジャミン・ハリソン・ブラントンさんは、あの名バーボン、ブラントンの名前の由来になったアルバート・バーコン・ブラントンさんの親父さんです。バッファロートレース蒸留所は非常に名前が変わった蒸留所としても有名です。リーズタウン蒸留所の基盤を築いてたのは、オールド・テイラーの名前の由来になっていますエドムンド・ヘインス・テイラーさん。そのため1869年にテイラーさんが買収し、1870年オールド・ファイヤー・カッパーとして設立します。この時日本はまだ明治3年、廃藩置県が行われた年と非常に差を感じます。その後ジョージ・ティ・スタック、シェンレイ、ブラントン、エイシャント・エイジと名前が変わり、1999年にバッファロートレースに改名されます。バッファロートレース蒸留所が作っている有名バーボンは、先ほど名前も挙がりましたオールド・テイラー、ジョージ・ティ・スタック、エンシャント・エイジ、ブラントン、さらにイーグル・レアやオールド・チャーター、ベンチマークなどがあります。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、バッファロートレース蒸留所がどういった蒸留所なのかお分かりいただけましたでしょうか。今日僕が着ているこの T シャツなのですが、バーボンのことをとても詳しくブログに記されているバーボンストレートトモ・ジェイソンさんが作りましたオリジナルグッズです。とてもお世話になってます。バーボン好きの方、同じ服着てチーム感高めようねっていうロマンあふれる形なので、気になる方ぜひ僕の説明欄のところから飛んでみてください。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。